いやー、今年の初夏も暑いな。日中28度超えてくるとやっぱり半袖短パンとか着たくなっちゃうよな。初夏とか夏に向けての服欲しいんだけども、そういえば大山さんがこの前やっていた初夏のコスパ服5000すごく良かったんだけども、ちょっとあれだと暑いんだよな。もうちょっと初夏から夏にかけて使えそうな軽快なやつでコスパ最強の服教えてくれないかなと思っている皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、コスパ最強初夏の服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭の小芝居にもあった通りですね、まあ、先日初夏向けのですねコスパ最強服という動画を作ったんですが、まあ、おかげさまでいろんな方に見ていただきました。ファッションにはそれなりに気を使いたいけども、他にも趣味がたくさんあったりするとですね、そこまでファッションに投資ってできないわけなんですね。僕なんかは仕事もファッション、趣味もファッションなので、まあ、ある程度服に投資をすることができるんですが、まあ、他にですね趣味がある方はまあ、最低限の着こなしは作っておきたいんだけども、予算は抑えたいという方は非常に多いかなと思うんですね。まあ、そんな方のためにですね、今回はコスパ最強の初夏服というところで、よりですね前回よりも夏に近づいた初夏向けのアイテムをですね皆さんに5点ご紹介していきたいなと思っています。まあ、最近はですね結構価格を抑えた服の中でも良いものが非常に増えてるんですね。僕もいろんな価格帯の服を見ているんですが、高くて良いというのはまあある程度当たり前というか、そこまで想像を裏切らないところもあるかなと思うんですが、まあ、ある程度安くてなおかつ使いやすいというところは、まあ、すごく驚きがあるし満足感も高まるので、やっぱり買い物しててもやっぱりそういうものって惹かれるかなと思うんですね。安かろう悪かろうという時代ではなくて、安いものの中でもちゃんと選べば良い服はたくさんあるので、今回は膨大なですね価格帯の安いお洋服の中から厳選して5つですね、皆さんに初夏にぴったりの服をですねご紹介できればなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね具体的にコスパ最強初夏服をですね皆さんに5つご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1つ目ですね、こちら GU のライトデニムオーバーサイズワークシャツ5分袖ですね。価格は2290円ということで、こちらはですね先日のコスパ最強初夏服の際にも実は皆さんにご紹介していたんですね。その際にはですね色はこちらブルーをですねご紹介していたかなと思います。そしてあの時はですねまだ実物がですね発売されていなかったので見ることができてなかったんですが、昨日 GU でですね実物を見たら非常に良かったので購入してきました。ちなみに僕が購入したのはですねこちらブルーではなくて06のグレーですね、こちらを購入してきました。まあブルーもすごく良かったんですが、たまたまサイズが M がなくてですね、じゃあちょっとグレーでも試着してみようかなと思ったらグレーの魅力に取り憑かれてこちらの方を購入してしまいました。まあ先日もご紹介した通り半袖のシャツというのはまさに初夏向けのアイテムだなぁと思うんですね。まあこれ1枚で着るというよりは T シャツの上にさらりと羽織るような形で着ることが多いんですね。ちょっと実際に着た様子はこちらを見ていただきたいなと思うんですね。身長164センチ53キロで M サイズだとこんな感じのサイズ感になります。まあ GU らしいですね、少しゆとりのあるサイズ感ですね。このあたりはユニクロと比べてみると結構違いが出てくるかなと思うんですね。袖丈がちょっと長めになっていまして、肩のラインも落ちています。幅もゆとりがあるのでトレンド感は出るんだけども、 GU ってデカそうでそんなにデカすぎないっていうところが個人的なイメージとしてありまして、これもですね大人世代が着ても全く問題ないぐらいのちょいゆるサイズになってくるかなと思います。でいくつかポイントがありまして、まずはデザインですね。胸に2つのですねポケットがついているんですね。これがね僕は好きなんですけども、普通のシャツだと左胸に普通のポケットが1個だけついてる状態なんですが、まあ、それよりもですねこういった左右対象にポケットがついていて、なおかつですねこういった蓋付きですね、フラップ付きのものだとちょっと今っぽい雰囲気が出るんですね。最近このようなワークテイストのシャツって蓋付きのポケットのものが非常に増えているんですが、そのあたりもしっかりとデザインに落とし込んであります。でボタンもですね少し大きめになっていまして、ややアウター的な立ち位置としても着ることができるんですね。まあデニムなんですけども、生地はそんなに厚くないので初夏でちょっと暑い時でも全く問題がないぐらいの厚みになってくるかなと思います。生地も柔らかいですし
し、デニム特有の硬さとか着づらさというところもないので、これは非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、色に関してはこのグレーですね。ブラックだとちょっと重たいかなと思うんですが、グレーですね。ちょっと洗いがかかったような色落ち感のあるグレーなんですけども、濃淡が強く出すぎてないので、やぼったく見えないですし、清潔感みたいなところも損なわれないんですね。このバランスがもう最高だなと思いました。まあ、いろいろと着方はあるかなと思うんですが、僕だったらこう白系のパンツに合わせたりだとか、あとはオリーブのパンツなんかで合わせても非常に相性がいいかなと思うんですね。これはですね、2290円というのは価格破壊ですね。質感もチープさもないし、デザインの完成度も非常に高いので、これはですね、今季のコスパ最強系の服の中でも、本当に1番2番を争うぐらいの出来だなと思います。比較的ですね、年代も問わずに使えるかなと思うんですね。20代、30代の方はもちろん似合いますし、僕のような40代の世代だとか、もうちょっと上の世代でも結構使いやすいデザインかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、人気が出て売り切れが出る前にですね、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目はですね、こちら、ユニクロのですね、パラシュートカーゴパンツ、価格は2990円ということで、これもですね、昨日ユニクロの店舗で購入してきました。はい。これはですね、僕はちょっと全然チェックしてなかったんですね。いつ発売されたんですかね。僕はもう目が節穴でしたね。全くチェックしてなかったですね。というのも、やっぱりユニクロ U の発売するタイミングって、まだショートパンツ履くには早すぎるので、その時期ってあんまりこう視界に入ってこないんですね。なので、発売日当日に購入してレビューする際には、いつも飛ばしてしまうんですが、まあ実際に季節が進んで、今だからこそですね、このようなショートパンツ目に留まりまして、実際に試着してみたらこれめちゃくちゃいいじゃんということでですね、改めて反省しながら皆さんにご紹介したいなと思っています。そもそも短パンが大人世代に似合うのかどうかっていうところはまた別の動画で皆さんにお伝えしたいなと思います。僕も40超えたのでショートパンツやめようと思ってですね、覚悟を決めた時もあったんですが、まあ夏があまりに暑すぎるんですね。なのでさすがにですね、もう真夏においてはショートパンツはいいだろうというような感覚で解禁をしました。しかもですね、まあ日常で着るというよりは割とこう外遊びですね、僕は明日もですね家族と一緒に川遊びに行く予定なので、そうなるとですねちょっとラフなショートパンツみたいなものがあった方が明らかに使いやすいんですね。なので僕はショートパンツ履くんですが、じゃあユニクロの中で何かいいショートパンツないかなというところでいろいろと見ましたけども、ギアショーツみたいなものも定番的ですごくいいなと思うんですね。僕はショートパンツ履くシーンというのは結構限られていて、外遊びでガンガン濡れてもいいとか汗かいてもいいって時に履くんですね。なので小綺麗なちょっとこうショートパンツよりはスポーティなものの方が使い勝手がいいなと思うんですね。その点ギアショーツなんかもまさにぴったりかなと思うんですが、このユニクロへのパラシュートカーゴショーツに関してはまあディティールがすごく凝ってるんですね。というのもまずはですね、全体像を見ていただきたいなと思うんですが、まあシンプルなショートパンツなんですけども、カーゴがベースになっていますので、ちょっとですねサイズ感も緩いんですね。まあ最近はこうタイトなショートパンツではなくて、ちょっとシルエットにゆとりを持たせたものも増えているんですね。意外とですね、この裾幅が広い方がですね、この足とのコントラストで足が細く見えたりするんですね。なので意外とちょっと太めのショートパンツって僕は好きだったりするんですが、これも適度にですね太さがあって、だけどもだらしなく見えないようなバランスなので、そのあたりもちょうどいいなと思いました。そしてこのショートパンツなんですけど、何にもデザイン的に特徴がないものも多いんですが、個人的にはちょっとしたこうポケット使いとかで遊びがあった方がちょっとこうギア感が出たりだとかテック感が出るので好きなんですね。でこちらのカーゴショーツに関してもサイドにポケットがついています。でカーゴパンツ特有のこのサイドのポケットって好き嫌いあるかなと思うんですが、ショートパンツってやっぱり丈が短いし、その点こうインパクトが出しづらいところもあるので、まあポケットぐらいついていてもそんなにうるさくないかなという印象なので、僕はありだなと思います。でデザイン的にもやっぱりユニクロ U というところもあって、シンプルで洗練されてるんですけども、非常にですねエッジのかけ方が絶妙で、すごくバランスがいいなと思いました。で機能的にもすごく優れていてですね、ポケットなんですがこの位置からも手が差し込めて、あとはここにフラップみたいになっていまして、
この内側にもポケットがついてるということで、結構収納量も抜群なんですね。結構夏の着こなしってポケットがですね、減るじゃないですか。冬だったらアウターなんかがあるので、割とガバッといろいろと入れられるんですが、まあ夏場だと T シャツ短パンでなかなか収納が困ったりするんですが、まあこれぐらいしっかりとポケットがあれば、もう間違いなくですね、いろんなものを詰め込めるんじゃないのかなと思います。で、素材はですね、ナイロン 100% ということで、このシャカシャカ感というかシャリ感もすごく雰囲気いいですし、表面がですね、ちょっとこうボコボコと凹凸感があるんですね。それ見て取れますかね。この感じっていうのは僕はすごく好きなんですね。チープさがあるわけではなくて、最初からちょっとリラックス感あるようなカジュアルさもあって、これもバランス最高だなと思います。腰は全部ゴムになっていて伸縮性があって、ちゃんとドローコードもついてるので、僕なんかでもですね、サイズ S でしっかりとコード絞ればですね、ぴったりと合ってくるので、これはすごく良かったなと思います。まあ2990円で買えるような白物じゃないと思うんですね。まあこのあたりのショートパンツといえば、グラミチだとかパタゴニアだとか、そのあたりのですね、ちょっと価格帯も上がったもの、すごくバランスがいいなと思うんですね。それもいいんですが、やっぱりちょっと安くはないので、もうちょっとこなれた金額で、だけどもちょっとデザイン性こだわりたいって言ったら、もうこのユニクロ U のパラシュートカーゴパンツ一択かなと思うぐらい使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。カラーテカいろいろとあるんですが、まあ僕はショートパンツに関してはもうブラックでいいと思ってるんですね。ショートパンツというですね、カジュアルさ満載のもので、色でさらにも遊んでしまうとちょっと子供っぽく見えるかなと思うので、ストイックにブラックで合わせていただくのがいいかなと思います。これは本当に傑作だと思うので、早速明日ですね、実用しながら、またリアルなところもですね、後日お話ができればなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、こちらですね、無印良品の涼感クルーネック半袖不白 T シャツですね。価格が3990円ということで、これまたですね、去年も展開があったんですが、今年もニューバージョンとして展開されていて、すごくバランスがいいなと思います。まあパッと見はですね、普通の T シャツっぽく見えるかなと思うんですが、まあ素材がちょっと特徴がありまして、通常の T シャツだとコットン地がメインのものが多いかなと思うんですが、こちらは不白 T シャツということで、まあ、ざっくりお伝えするとシャツのような素材感になってるんですね。まあ、T シャツの本来のコットンの T シャツの素材感だとちょっとこう伸びがあったりだとか、体のラインを拾いやすかったりするんですが、こちらのですね、不白 T シャツに関してはシャツ特有の張り感があって、しかもボックスシルエットになっているので、よりですね、体の丸みが出づらいところが特徴になってくるかなと思います。通常の T シャツよりもちょっと上品な大人っぽい T シャツとして、これは結構使い勝手がいいかなと思うんですね。本体は不白になっているんですけども、首元はリブなので、このあたりは着心地の良さというところはしっかりと担保されているかなと思うんですね。で、胸にはポケットがついているので、これもデザイン的な一つのアクセントになってくるかなと思います。で、カラー展開も豊富で、どれを選ぼうか結構迷われるかなと思うんですが、個人的に一押ししたいのはこちらのダークグレーですね。シャープで大人見えするようなカラーなので、すごく使い勝手がいいかなと思います。まあ、T シャツというと白もですね、結構着る方多いかなと思うんですが、意外と白 T ってシンプルに見えすぎてしまって、人との違いを出すのが難しいんですね。なので、その点はですね、グレーとか、もしくはネイビーなんかもいいかなと思いますね。このあたりの色を選んでいただければ、濃い色で引き締まりますし、人との違いも出せるので、非常にバランスがいいんじゃないのかなと思います。もちろんブラックでシャープにですね、まとめるのもすごくバランスがいいかなと思うんで、まあ、このあたりを選んでおけば、まず間違いがないかなと思います。でも、爽やかに見えるスモーキーブルーも結構いいし、グレイッシュブラウンっていうものもですね、これまたですね、仕上がりがいいんですね。まあ、ベージュよりももうちょっとブラウン寄りなんですけども、ちょっとグレーみがかかっていて、これもすごくいい色なので、結構お好みになってしまうかなと思うんですが、まあ、一押しか、ダークグレー、その次が、結構個人的には、グレイッシュブラウンがいいかなと思うので、よかったらこのあたりもチェックしていただきたいなと思います。まあ、通常の T シャツだと、ちょっとこう、変わり映えしないなとか、少し大人っぽさが出ないなっていう場合は、このようなですね、不白の T シャツというのは、すごくアプローチとしてはいいかなと思います。最近はコットン T シャツもありつつ、ちょっとこのような不白の T シャツだとか、もしくはポリエステル素材を使ったシャカシャカ系の T シャツですね。先日ワークマンでご紹介したこちらの T シャツですね、これまた非常に良かったんですね。なので、無印かワークマンか、このあたりのちょっとこう本来のコットンの T シャツとはずらした系の T シャツですね、このあたりが1枚あると人との違いが出しつつも、今っぽい着こなしが簡単に実現できるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
続いて4点目のアイテムなんですが、もう定番ですね。T シャツ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今回はですね、もうこれですね。初夏から夏にかけてもう間違いがないのが、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖ですね。まあこれはですね、様々な YouTube チャンネルだとかインフルエンサーの方がですね、語っているので、今更ですね、魅力を伝えるまでではないかなと思うんですが、まあ相変わらずですね、使い勝手がいい T シャツになってくるかなと思っています。まあカラー展開が豊富なんですけども、僕もですね毎シーズン気になったカラーをちょこちょこと買い足すようにしてるんですね。で昨日もちょうどですね1枚ですね部屋着として使うのにこちらを購入しました。僕が買ったのはですね半袖ではなくて長袖なんですね。これなぜかというとですね、意外と初夏といってもですね雨が降ってる日はですね肌寒かったりするので、長袖の T シャツが1枚あると部屋着としてはちょうどいいんですね。まあこれからまた梅雨を迎えるわけなので、部屋の中でも T シャツでもいいんですがロンティーもいいかなということで僕はこちらを購入しましたが、まあ初夏の服としては5分袖の方が使い勝手がいいかなと思います。で今年僕が注目しているカラーなんですが、表記はですね69番のネイビーですね。僕のやつはですねロンティーになっていますが、5分袖バージョンもこの色があるんですけども、これが今季すごくいいなと思って買い足しをしました。まあネイビーといってもですねブラックに近いような濃紺もあれば、まあ結構明るめのネイビーもあるんですが、まあ、中間的なネイビーで少しこう紫っぽくも見えたりするんですね。本当にオーソドックスなネイビーよりもちょっとひねりがあるこの色味がすごく気に入りまして、僕はこちらを購入しました。僕はこれワンマイルウェア的に着る予定ではあるんですが、もちろんこれ1枚でも外で着ても全く問題ないような完成度かなと思います。まあ、ブラックのパンツに通常通り合わせてもいいかなと思いますし、先ほどご紹介したこのユニクロ U のショートパンツですね、これと合わせても結構バランスいいんじゃないのかなと思っています。ちなみにショートパンツに合わせるトップスなんですが、まあ半袖の T シャツ短パンっていう着こなしもいいんですが、結構個人的にはですねこういったブラックのショートパンツに対してロンティーですね、まあ今回はこちらのユニクロ U のですねエアリズムコットンのネイビーを持ってきましたが、まあこういったものを合わせてあげてちょっと腕を託し上げて着るというのも大人っぽく見えるので結構バランスがいいんですね。僕自身もそのような形でワンマイルウェアとして着ることもあるかなと思うんですが、まあ今季は結構このネイビーが非常にいい色に仕上がってるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね改めてチェックしていただきたいなと思います。まあ、その他には07のグレーですね。これは半袖バージョンで今季買い足しました。まあ、前々からですねこのようなちょっとこう深めのグレーというのはユニクロでやってるんですが、結構ストイックでかっこいいんですね。まあ、僕はこのエアリズムコットンの T シャツの中ではダークグレーが一番好きなんですね。なのでちょこちょこと買い足してるんですが、それに加えて今季はネイビーもなかなか色合いが綺麗に仕上がってるので、ぜひ皆さんですね改めてチェックしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元サンダルを見ていきたいなと思っています。今回ご紹介したいのはこちらですね、無印良品のレザーサンダルですね。価格は6990円ということで、レザー系のサンダルの中では圧倒的に買いやすい価格帯になっているので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。まあ、夏といえばどのような靴履くのかって結構皆さん悩むかなと思うんですね。まあ、通常のスニーカーでもいいんですが、ちょっと季節感出したいだとか楽に履きたいという場合にはサンダルすごく便利かなと思います。まあ、サンダルといっても2つの方向性があって、スポーティーなサンダルですね。まあ、例えばこのような金のサンダルですね。このあたりはスポーティーで外遊びに特化したようなサンダルかなと思うんですが、まあ、一方でちょっとこう都会的な着こなしといいますか、きれいめな着こなしに合うのがまさにこちらのようなレザーサンダルになってくるかなと思います。でこのようなレザーサンダルの代表格といったら、やっぱりここ数年強いのはですね、このようなグルカサンダルだと思うんですね。まあ、デザイン的には結構エッジが効いていまして、割とこの見た目が好きじゃないという方も少なくないかなと思うんですね。僕も最初見た時には同じ反応でした。ただこのグルカサンダルが出てきてから数年経って、まあ、徐々に見慣れてくるとそこまで違和感なく履けるかなと思うんですが、まあ、苦手な方が多いのも理解しています。その点こちらの無印良品のレザーサンダルに関しては、割とですねデザイン的に木を照らったところがないので、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。アッパー部分には2本の太めのベルトが使われていまして、このあたりも上品な仕上がりです。あとは
かとに向けてですね、一本レザーの部分で留めるような形になるんですが、しっかりと固定感もあって、なおかつ少しモード感漂うような上品な雰囲気も漂うので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあレザーの質感ってすごく上品で使いやすいんですが、ただ靴ズレとかする可能性があって、その点がちょっと辛さもあるんですが、表面はレザーなんですけども、足との接地面ですね。裏側に関してはレザーじゃなくて、肌材のいい素材を使っているので、そのあたりも含めて使い勝手がいい仕上がりになっているかなと思います。またレザーベルトのですね、この付け根の部分ですね、ここはゴムになっているので伸びるんですね。なので着脱も楽だというところも含めて、かなりですね、機能面でおいても使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。プレーンで様々な着こなしにも合うような大人のサンダルで、レザー製、なおかつデザイン的に木を照らってないものっていうのは探してもなかなかないんですね。僕もコスパ系のですね、いろんなブランドで見ましたが、本当にサンダル系はこれっていうものがなかったんですが、大人見えする上品なサンダルでレザー製、しかも使い勝手もいいというところでは、この無印良品のレザーサンダルは隠れた名品かなと思うので、ぜひですね、皆さんもお店もしくはオンラインでチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではコスパ最強大人の初夏の服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、僕たちにとって身近なユニクロだとか GU、 そして無印良品ですね、このあたりの商品をご紹介しましたが、どれもですね、価格帯が抑えめかつですね、トレンド感もしっかりと抑えたようなものになっているので、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。僕自身も実際に買ったものがいくつか混ざったりしていまして、かなりですね、レベルが高いアイテムだったかなと思うんですね。まあ、冒頭にもお伝えしましたが、安かろう悪かろうという言葉がありますが、最近はですね、安い服の中にも良いものたくさんあるかなと思うんですね。ただですね、打率が変わってくるんですね。ある程度価格帯が高いお店に行けば、まあ、そこそこいいものの打率が上がるんですけども、安い価格のお店だと結構商品数がいっぱいあるので、その中から本当に使い勝手のいいものを選び取るのがなかなか難しくなってくるんですね。その点ですね、選び方のコツだとかピンポイントで選べる目が必要になってくるかなと思うんですが、それを養うのはなかなか難しいかなと思うので、まあ、今回みたいな動画でですね、ピンポイントでお伝えすることを僕の中でもですね、意識してるんですが、まあ、これからもですね、このようなコスパ系のアイテムは良いものが見つかった皆さんにどんどんご紹介していきたいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、メンズファッションの基本をですね、皆さんに分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けのブランドのアイテムに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。まあ、こちらの方ではですね、動画ではなくて写真と文章でおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものをですね、毎日更新して皆さんにお届けをしています。僕もですね、ほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも記事を書くことができるので、結構いろんなコンテンツがですね、見られるような場所になっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。